アメリカ司法省は7月16日、51歳の中国人、かつ小党が、虚偽の輸出情報を提出し、中国に軍用ボートとエンジンを不正に輸出しようとしたとして、アメリカ連邦刑務所で3年半の有罪判決を言い渡されました。同案件で中国系のアメリカ海軍関係者も起訴され、その妻にも有罪判決が言い渡されました。司法省が発表した文書によると、 上海京風技術有限講師の当事長で中国籍の葛商東が米軍で使用されているアメリカ製のコンバットラバーレーディングクラフトとエンジンを不正に輸入しようとしたとして3年半の禁庫刑が言い渡されました。さらにアメリカの製造業者に電信送金した購入代金11万5000ドル約1260万円の没収が命じられました。葛商東が雇ったアメリカ駐在員のヨーヨーは 製造業者にボートを販売するように誘導するため、自社は香港にあると偽り、香港の会社を経由して、代金を電信送金しています。カツ・ショトはまた、設備の受け取りと中国本土への運送のために、担当者を香港に派遣する計画も立てていました。2019年10月、アメリカ司法省はカツ・ショトと同案件で共謀した他の被告3人を逮捕しました。 アメリカ駐在員の一人であるヨーヨーには2020年12月に14ヶ月の禁錮刑が言い渡されています。ヨーヨーの夫ヨーハンの裁判は8月2日に予定されています。36歳のヨーハンは2006年にアメリカの市民権を取得しており、2019年に逮捕された時はアメリカ海軍の大尉でした。かつ正当の愛人であるテイエンには 6ヶ月の金庫刑と11ヶ月の自宅軟禁が言い渡されました。NTD ジャパンがお伝えしました。